もこんにちは。セリエ A のスター選手に憧れるよりもギャングスターに憧れるようになった岩下スティーブンです。ジョルノのこのジョジョ立ちやりやすいよね。そんなわけで今回はジョジョの君の冒険彫像稼働購入アンケートスタンド編第1位となったゴールドエクスペリエンスの紹介です。ご存知、ジョジョの奇妙な冒険第5部黄金の風の主人公ジョルノ・ジョバーナのスタンド。ゴールドエクスペリエンスも一応ね、新品で買ったつもりなんだけど、ディアボロと同じでトイストーリーしてるね。なんか動いちゃったのかな、手の収まりようが悪いね。まあでもビニール入ってるしね、新品ちゃ新品。あとなんか斜め下見てるぞ。これは完全にトイストってたね。とりあえず箱の方は上紫、下紫、真ん中に黄色というかオレンジというか、なんかこうグラデーションカラーだね。おいで箱の裏、いろんなポーズが取れるぞっていうお知らせ。今回は割と付属品がシンプルっていうか、ほぼ顔の差し替えパーツと手の差し替えパーツ、スタンドというか台座ぐらいだね、付属品は。よーし、じゃあ開けていきましょう。よいしょ、とつ下の段は取扱説明書を未開封、あとは台座、こちらも未開封で、特に他付属品はなし。ほんとシンプルだね。下段がこれといって付属品入ってないから、もういきなり上のブリスター開けちゃうよ。もう早いね、世界記録じゃないかな。よいしょ、あー手が、ほいっと、はい、かなりシンプルだね。手の種類が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個。まあ手は豊富っちゃ豊富だよね。で、顔の差し替えパーツと、ブダ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 、収まんなかった。手のパーツ、ゴールドフィンガーどころじゃない、ゴールドハンドに、手の甲に紫色の、ボタン的なのと紫色のテントウムシ。ゴールドエクスペリエンスはもう体の至るところにテントウムシ飼ってるからね。手のひらシンプル、生命線ちょっと長めかな。テントウムシが思いのほか立体的でね、本当になんか一匹ポンって乗ってるようなもんだよ。実際のテントウムシもだいたいこんなサイズ感。最近テントウムシって見ないな。一応指が閉じたパーのポーズと指が開いたパーのポーズ、ちょっと何かを握ったようなパー、親指開いた状態の指差し、完全な意義ありレベルの指差し。指差しは両方右手、左手はない。で、顔の差し替えパーツの叫び顔、こう頭部デザインというか、この頭の部分がさ、競技用自転車のヘルメットみたいだよね。こう風の流れがすっごい良さそう。で、目が紫色で、こう縦線が入ってるタイプの、黒目がないタイプの目で、スタープラチナみたいな感じの、このなんだろう、ドーナツっぽいね、耳のあたり、顎ひげ的な紫。ここの目の下の跡が涙ラインっぽいよね。なんかどことなくエジプト感があるような気もする。で、口とかはあるけど、お鼻がないタイプなんだよね。こうかなりフラットな感じ。でもこういう溝とかにもちゃんと墨入れしてあるからね、塗装もかなり丁寧です。ほいじゃ、本体をゴールドエクスペリエンス、日本語に直すと黄金体験。ジョジョのおかげでね、僕はあのエクスペリエンスを日本語に直すと体験だということをね、勉強できました。あと5部はイタリア語の勉強もできるから、かなり限定的だけど、いやー、全体的にこうなんだろう、ゴールドの名が付く通り金色モチーフなんだけど、そのテントウムシの色が紫色だったりでね、こう決してね、同系色内に収まってないようなカラーリングというかね、配色ですね。いやー、これね、あの実物見るとよりすごいと思うんですけど、あのテラテラのツヤツヤのピッカピカなんですよ。まあトータルで言うとすんごい綺麗。このなんだろう、光沢感がいいんだよね。まずこちらお顔、さっきね、表情パーツの方でも見せたけど、こっちは口を閉じた状態で、頭部の可動ね、ここの首のところと鎖骨のあたりに2つ可動があって、もう上はかなり上向けますね。でも上向くとね、ちょっと関節のあれが結構見えるというか露出するんですよね。下の方もグイッド、
もう顎が首につくぐらいね、多分ここはちゃんとこういう風に首につくような設計になってんだろうね。ちゃんとここのところの隙間がね、うまいこと収まるようになってて、こう頭を下げると一緒にほらこう収まりがすごくいい。こうやって傾けるのも、まあ乾燥物が少ないのもあって首周りの可動優秀だね。おいでボディ部分、胸筋とか乳首あたりにテントウムシが2匹。いやー、ここのさ、ボディアーマーっぽいんだよな。薄黄色の部分が地肌だとしたら、この辺はアーマーだろうね。ちゃんとこう場所によってさ、グラデーションというか塗装がね、真ん中のこの溝の部分が濃くて光が当たりやすい部分がちょっと薄めになってたりっていうね、ちゃんとこうゴールド感の塗装がされてるのがいいよね。何よりここの一個一個の溝部分が色分けされてるのがすごいよね。よくはみ出さずにやったよって感じで、腕部分ね、ここの肩のてん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 死の羽ね、結構特徴的だし、銀色のねこの金属っぽい塗装もすごい綺麗で、この部分はね、説明書見た限りでも触ってみた感じでもここの可動は特にない。で、肩の可動はこう上に向くんだけど、やっぱねここの天使の羽部分が若干乾燥して、これ以上これが限界。まあ、でも水平に上がるから十分だよね。こうやって上にも上がるし、肩と上腕のあたりにもこうね回る可動があるから、ここがね結構ありがたいというか、こういうのがあるおかげでだいぶこのポーズにアクセントというかね、可動範囲が広がるから非常にありがたい部分ですね、この辺で。肘部分、肘当て的なのが紫色になってる。やっぱちょっと腕はこう細めだよね、ゴブ勢は。肘の可動はグイグイグイッと、干渉するもん少ないからこう極限まで折りたためます。で、さっき見せた通り手の甲のあたりにもテントウムシ。はい、でボディ部分、こう筋肉造形、あの腹筋は何だろう、シックスパック的な割れ方ではないけど、ギュッと引き締まった感じの筋肉造形だね。ちゃんとおへそなんかもあるし、いやこのボディ部分ね、薄黄色の部分がパールが吹かれてる感じでね、なかなか高級感のある質感になってます。これね、胸から上がこう上下動くのと、ここの腰部分も同様に動きます。かなりのけぞられますね。なんかセクシーコマンドっぽいな。はい、で腰部分、完璧に守られてる。これはもう心配なしだわ。何が？腰のテントウムシがいっちゃんでかいね。本物のテントウムシよりでかい。ただのテントウムシじゃなくて、もうこの部分がハートっぽくなってる、なんか特殊なテントウムシで、腰部分のこのテントウムシにも一応可動はこうあって、まあちょいちょい動きはするんだけど、こうテントウムシとつながってるさ、銀色のサスペンダーっぽいこの紐部分ね、この部分に可動がないみたいで、一応軟質っぽくはなってるんだけど、多少このテントウムシを動かしてもこの軟質の反動でヒュッて戻ってっちゃうから、形を固定できるタイプというより、足の可動に干渉しないような可動っぽい感じだね、これは。で、後ろ部分、こう布がね、破けたのか、こういう形に切ったのか分かんないけど、こうギザギザの布でね、この布もいいよね。塗装がすんごいしっかりしてる。一応この部分ね、軟質というよりはあんまりね動かないというか、ほぼこの形に固定って感じで、足部分はももの付け根にこうねロールがあるのと、果たして横はどのくらい、よいしょ、あー45度ぐらいかな、角度で言ったら。真横に水平はちょっと無理だね。でも上だったら、ああこっちはほぼ水平まで行くね。で、ももの部分、ここもパールっぽいツヤがいいね。結構ムッキムキというか、割と筋肉質なももだよね。はい、で足の部分、肘同様膝の方にもね紫色のこの膝サポーター的なのがある。で、すね当て的なアーマーで、ふくらはぎあたりがざっくり露出してる。で、膝の方の可動もよいしょよいしょよいしょ、腕同様もう限界まで曲がるタイプの可動。ほいで、ラストテントウムシだね。もう畳みかけるように左右のくるぶしに足回りだけで4匹いるからね。で、足首の可動はこう上下動くのと、割とこれ下の可動が幅広い気がする。で、つま先がこうね上下動くといつも通りの可動で、足の裏は紫色と。はい、というわけで可動こんなところなんでね、いろいろポーズつけさせてみましょう。オールスターバトルの時のタッチポーズのゴールドエクスペリエンス。今画像検索で調べたらさ、オールスターバトル版はこのテントウムシだとか膝当てだとかが緑色なんだね。
でその後の Eyes of Heaven の方でも緑色で、どっちが正解とかってのはまあないんだろうけど、皆さんどっちが好きですかね。僕はね正直緑の方がなんかしっくりくる感じはありますね。緑と黄色ってちょっと色のあれが近いからね。まあでも普通に紫の方もかっこいいと思いますけどね。パッケージのね箱の裏再現、多分あの原作初期の方のジャンプ掲載時の関東カラーだったやつかな。浮遊感あるポーズできるのはもちろんだけど、このやっぱね首の可動が優秀だもんで、かなりのけぞってこっちを見れるっていうね。スタンドだからこんぐらい逆さまになっちゃってもいいしね。はい、そして指に全然ピント合ってないけど、ゴブの最初の方でブチャラティと初めて戦った時のブチャラティの左腕にムダーって打ち込んだ後のゴールドエクスペリエンスのポーズ、手の形がもうどう見てもそこのポーズと同じ手の形してるから多分これ用の手だね。それで表情パーツを叫び顔に変えて、さらにジョルノのストバに置いてね、ムダーのポーズ。ジョルノのムダムダらしは本当もう伝説ですからね。ある意味もう7ページにわたってひたすらムダ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 単行本になってね、なんか見開きのムダムダがさらに追加されてプラス2で7ページって今調べたら出てきた。こうしてジョルノ・ジョバーナはセリエ A のスター選手に憧れるよりもギャングスターに憧れるようになったのだ。ジョルノって言えばやっぱこれだよね。冒頭に僕もやってたけど、で多分このギャングスターに憧れるようになったのだっていうやつはね、まあ、まだ全然決まってないだろうけど、もしアニメ化するとしたらもう例年通りナレーションの大川徹さんが言ってくれるであろうセリフなんだけど、大川徹さんが病気療養のために休業されてるんですよね。大川徹さんはねほんと声もいいしナレーション大好きなんで、もう早く良くなってほしいもんですね。普通に立たせたまま並べてみたけど、ジョルノとゴールドエクスペリエンス比べるとだいぶでかいね、ゴールドエクスペリエンス。はい、というわけで今回はこちらジョジョの奇妙な冒険第5部黄金の数より、主人公ジョルノ・ジョバーナのスタンドゴールドエクスペリエンスの紹介をしてきましたが、いかがだったでしょうか。ゴールドエクスペリエンスってなんか割とスタープラチナとクレイジーダイヤモンドに比べると、初期のデザインに比べてそこまで劇的に変わったっていう感じがないから、もうなんか最初からほぼもう完成されたデザイン感はありますよね。まあでもそれでもね、物語の後半というか終盤ではね、もう例のゴールドエクスペリエンスレクイエムに進化というか強化というかね、パワーアップするわけですけど、それの彫像稼働もあるからね、もうレクイエムの方も手に入れたいとは思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではウリー。